YouTube はねまりばばです。今日はね、撮影前の準備ということで半年以上ですよね、はい、キャンピングカーはね、やっと開封します。早速、開けましょう。うわー、でかいよ、バービーのキャンピングカーね。はねです。マリーです。ようこそ、はねまりの世界へ。せーの。うわパパの怪獣で、あ、このダンボールはいいんじゃない、ね、24時間生活できるじゃん。じゃいけない。キャンピングカーよりはダンボールの方がいい。ダンボールいけないよ。キャンピングカーすごいよ。体重59キロまで乗れますよ。ということは、種がもう年齢オーバーだけど体重が30ぐらいだから大丈夫なの？年齢は、3歳から7歳ですね。ハネちゃんは年齢オーバーです。でも59キロまでできるから大丈夫。オッケー、ワンちゃんもでき、バイバーイ。あ、私はじゃあバイバーイ。お、寝てる。寝れるよ。これはダンボールセーフですよ。はい、組み合わせましょう。うわ、なんか時間かかりそう。こんなにページ数があるんだ。うわ、でかいやつ。おいしいの。はい、じゃあ、はい、やっほー。次は、わー、ここにソーセージを売るやつね。お店屋さんね。へい、いらっしゃーい。いっちょあがれー。いっちょあがれー。まだまだオープンしてないよ。おなすかー。ワンちゃん、ワン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 。順調順調。いいね。はい、終わり。次はね、キッチンだね。キッチン。ここでしょ。オッケーオッケー。すごい。うちの動画、一本動画で小屋作ったりとか、どんなに組み立つの。お母様がね、いっぱい買ってるんだよ。はい、電動ドリルはめちゃくちゃ役に立ちます。ないとできません。ハニーちゃん、ジャックジ探して。ジャックジ、これのやつ終わったら電子レンジ探して。あ、電子レンジ使ってる。部屋の中電子レンジちょうだい。今ね、部屋で使ってたのよ。ジャックセットしますね。はい、せーの。はい、オッケー。いい。操作は電子レンジはどうされますか？電子レンジの上ね、スタンドがあるの。 L 字のスタンド探して。 L 字、これ L って。ちっちゃいよ。でかすぎだよ。あ、これか。いや、これちっちゃいもの。ほい、わ、めちゃぴったりじゃん。ほい、チン、ね、あ、今もう午後1時だから動画1本撮れないかもしれないね。毎回間に合わない。うち朝苦手だから。うちのチャンネル名前は朝苦手家族みたいな。あなたは起きれないや。なんで学校行ってる時は毎回6時に起きるよ。パパ起きれないね。そうだよ、はい、ママも起きれないよ。じゃあシートシートシートちょうだい。いいっすね。あげたくないっていう。あげないや。私の帽子ですよ。こらの部屋とか。こうでしょ、はい、え、そっちだったの。なんかっぽいね。私たちこっちで使ってた。私たちバービー大好きだからね。今はアピールです。バービールームにしようよ。一個部屋足りない。作っちゃおう。いい感じにできてるんじゃん。ハネマリパパは上手だから。この車はね、パパの本物の車よりすごいよ。これはポルシェだよ。バービーお金持ちだからね。
こっちゲーバーに行くんだ。日本こっちか。はい、1時間20分ですね。もう日が暮れるね。朝10時起きはやっぱりダメだよね。このバービーのキャンピングカーはね、12万円でおよそ1年前に買いました。で、今日はね、やっと組み立て完了です。バッテリー充電は18時間かかりますので、すぐ遊べないと思います。シール貼ってないので、これからシール貼ります。以上です。わー、これいいね。ここにバービー置ける。リカちゃんでもいいね。完成しました。おー、早い早い早い。最初から最後までは全部2時間ですよね。シール貼る終わりまでね。まずはホットドッグにサンドイッチにサイドフライヤー。ファイヤーファイヤーイッツカミング。これはこういう感じする、うん、で、ホットドッグでサンドイッチを焼けるの。これね、体重59キロまでだからね。あと何歳？年齢もオーバーだし、ね、31歳オーバー。バービーの他に捨てられる。で、ここナビ、聞くのがバービーの。海外のキッズ系 YouTuber はね、みんなこれ持ってるよ。必須アイテムだよ。うちはちょっと触れてますね。はい、バックバックバックオーライ、これが前で、こっちが後ろ。後ろにするときにピーピーってなった。電源のオンオフの電源ボタンはね、まだ見つからない。どうでしょうか、皆さん。バービーのキャンプカーです。キャンプカーです。置く場所がない。キャンプカーです。どうしよう、置く場所がないです。おはい、事故です。逮捕です。事故の日は逮捕です。ベストでキャンプカーの紹介でした。また見て、バイバイ。チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押してね。バイバイ。はい、サブチャンネルも登録してくださいね。アネマリファミリーです。はい、このキャンプカーが気に入った人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録なんでこんな感じなの？それは低評価してください。皆さんすいませんね、低評価しないでくださいね。はい、今お母さんとお父さんはこの部屋の中にキャンピングカーを入れたいと思います。どうですか？無理だね。じゃあシャボン玉開けて。マリちゃん、今何してる？シャボン玉開けて。じゃあ撮影行こうか。ママ映っちゃダメだよ、絶対。あ、パパさん何言ってる？できます。後ろ姿だけだろ。どうぞ。どうでしたか？あの、おすすめはしません。うん、そうだね。じゃあ、ではバイバイ。